おはようございます。ティナと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。皆さんはね、コップとかタンブラーとか使いますか？タンブラーって言いますのはコップみたいなもんです。まあ言っちゃえば、はい、タンブラーっていうのはよく売りに出されているのが、なんか冷たさとかあったかさを維持できるとか、そういうステンレス製のものを言いますね。はい。大きさにもいろいろあるんですけど、僕の1代目タンブラーはですね、2ヶ月ぐらいで底が欠けましたね。まず1つ目。2代目タンブラー、1ヶ月ぐらいで底が欠けましたね。そこは欠けるってなんでなん？これプラスチック系の製品やからね、そこは欠けるんです？きっとね、皆さんは僕にこう思ったんでしょう。つか、物遣いが荒いんだなって。今回は久しぶりの魔王特集会となります。さあ、どんな魔王を使うのかと。あのですね、僕は毎回言ってることがあって、チキン野郎っていうこいつのこと言ってますよね。レジェンド魔王はそこそこ強い。バラモスの登場です。チキンじゃなくてカマなんだよな。まあ、一つ一つね、紐解いて紹介していきましょう。バラモスっていうのは魔王格のモンスターで3の魔王になります。まあ、3ではね、こいつがラスボスなんじゃないかっていうね、思惑を抱かせ、最終的にはバラモスなんてゾーマの手下の一人に過ぎないというね、強力なインパクトを植え付けました。何より特筆すべきはですね、あーいいね、ドン、硬いんです。そう、非常に特筆すべきは属性耐性がマジで優秀です。バラモスはなんで、これも余裕のよっちゃんですね。はい、200程度に抑えていくんですよ。4900の HP に200程度にだいたい抑える。そしてイオナズン大爆発。バラモスといえばそう、イオナズンカッシュ。かすいなぁ。まあ、呪文に関してはもう、はいはいはい、余裕のよっちゃん。そう。このせいです。レジェンド魔王にしては、火力が低いんですよ。いきます。1、2、せーの、はい、1、2、せーの、はい、シルバーデビルに581だ。あまりにも、火力が低すぎる。致命的だろこれ。一体系の魔王でさ、致命的なんだよ。大体みんな火力低いんだよ。なんだったらゲマの方が火力はあると思うよ。あ、打撃は余裕で硬いです。なかなかね、そう、まだ2ターン経っても1300、脅威の属性耐性を持つわけですね。で、まあ一体系魔王って意外と勇気、まあこっちで言うと勇気になっちゃうんですけど、勇気の溜まりも結構早いんですよ。一体系魔王、合体モンスターと違ってね。合体モンスターはね、耐久系にする、下手に耐久系に振った結果ね、勇気が溜まらないとか、コロコロコロってクソ雑魚になっていくか、二択なんですけど。あ、これはやばいです。なぜなら、デインは大弱点。いやーん。やるようだな。弱点も弱点も大弱点ですからね、デインに至っては。爆発呪文、イオナズン、よいしょー。だ、的確にイオナズンを撃つだけのモンスターと化しております。火力がそんなにないので、ぶっちゃけ言うとこの耐久力あるじゃないですか。属性耐性をいかにも生かしていくか、属性耐性がむちゃくちゃ豊富な属性耐性、ぶっちゃけもう弱点は雷みたいなもんですよ。雷だけしかないです。まあ正確にはまだ光呪もあるけど、イオナズンで終わりじゃん、ほい。だから属性耐性を生かして逃げ切る、それだけのモンスターです。なので属性、この魔王の使用上ですね、4ターンで勇気が溜まるんですよ。コンスタントに当てて魔王の回収量がね、4ターンで勇気を貯めることが可能です。なので簡単に言っちゃえば、4ターン耐えれば俺の勝ちと。そういうことです。4ターン耐えたら俺の勝ちなんです、こいつは。火力なくても心配ないんですよ。属性耐性が優秀で弱点も少ない。あ、行くぜ、ソム様。いや、おっぱい。そう。
ゾーマ様にやってもらえばいいんです。だから、バラモスはやらなくていいんですよ。ゾーマが4ターン目にもうメラガイア撃ってくれるんですよ。さようならだ。ほい。バラモスごと巻き込んでいるといわれるこのメラガイアで終わりです。属性耐性とね、豊富な属性耐性とね、打撃耐性とね、HP でね、逃げる。うん、チキン集団って言ってもしょうがないわな、臆病者は。卑怯者は。お、いいねー、これは泥仕合の予感しかしねえんだけど。さあ、魔王対魔王ということでですね、僕がチキンと呼んでる魔王、その2が来ましたね。おめえも耐性お化けなんだよ。ドルマゲスもバラモスと似てて、正直言うと。かなりね、属性耐性が高く、賢さも高いんで呪文も聞きづらい難敵という感じですね。笑っています。真のチキンはどっちか決めようやと言わんばかりに、笑っています。避けました。でドルマゲスはバラモスより回避率もあるんで、あと、呪い攻撃があるとかね。さらになんか特化してる。イオナズンどんなもん？はい。はぁ？ちょっと嘘でしょ。413はヒリキングにもほどってもんがあるんだろう。まあ、でも、別に構わないですよ。まあ、ここジャークの爪振っちゃいましたけど。え、ジャークの爪？行くぜ。うい、うい、行くぜ。でしょ？なんやこいつは。どっち出しても600にすら届かん。お前の攻撃は来い。余裕の、言っちゃうよ。炎耐性見したろっか？おお、やるな、全然や。全然や。さあ、見るに耐えない正義の凡戦が続いております。とどめラインにさ持っていければもうね、もう勝利みたいなもんだ。実際問題、4玉回収してコンスタントにやってて、ゾウマ様に最後におっぱいって言うだけで勝てるんですよ。状態上で止まらなければ大丈夫です。避けました。バラモス、回避率 5% 程度なんですけど、避けております。ちなみにまあ、さっき言ってなかったんですけど、弱点は、雷属性、爆発呪文、光呪文となってます。で、その中で、雷は、弱点も弱点、大弱点って感じですね。まあ、ここで止まらなければもう勝ちです。なんか笑ってますけど、余裕の笑いですね。さあ、終わりです。4ターン耐えたら俺の勝ちなんですよ。何が来ようが。何が来ようが4ターン耐えたら俺の勝ちなんです。4900というね、暴力的な HP にね、属性耐性を踏まえ、弱点も少なめということでね。はい、ゾーマ様よろしく！いいのかこれ。すごい戦法なのよ。だから、今まで俺は基本的にモンスターマスターで、なんか削り勝つとか、なんか、耐久すら耐久すれ特化したチーム組むとかしてたじゃん。こいつ、もうずるいもん。スペックでなんとかしようとしてるから。正直、ハーゴンやムドウたちも相当なもんだと思いますよ、僕は。そりゃ、カリコお化けやったりさ、他のお供がおることでやって相乗効果で やっとってさ、あのね、俺思うもん。バルモスも相当強いと思うわ。お怒りだ、大地はと神々はお怒りだ。あ、やべえ、なんか負け筋見えてる。さあ、大地はお怒り、神々の怒りを共にした死んだプソンがお相手でございますが、私は一つ懸念していることがございます。敵の HP は6800。敵の HP は6800なんです。イオナズン大爆発。やはは、無理やんか。おめえ、それはやばいわ。まあ、サイコストームのダメージもなかなか。あ、おい、カバー、おい、バカバカカバちょっと、カマさん、どうなってんねん、このゲーム。おい、どうなってんねん、これ。うぅ、やるなぁ。1300も食らうの、ドルモンは。嘘。ラプソンが強いのか、バラマスが弱いのか、どっちだ。
やばい、もう、だってさ、何がきついかって、攻撃面が弱すぎて、とどめボーダーまず持っていけないんですよ。多分。かつ、今みたいになんか、意地を見せます。意地見せます。いきます。ジャークの爪で回心出します。いくぜ！この腹股をえぐってやろうじゃねえか。あー、613出るんだ。613しか出ないんだ。じゃあダメだね。かける5してもなんかダメな気がするんだけど、613はかける5してもさ、足らなさそうなんだけど。いけ！まだだ！お前はそんなもんじゃない！まだまだいける！いてつかどうか。まあ、ここいてつかどう引いたんだね。うまいこと。まあ、いろいろときついような気がしないでもないが、もうなんか本当にきついような気がしないでもないが、うん。きついとかいうレベルを超越してるけどね。なんかだってこのターンに勇気たまんないじゃん。君止まったんだもん。おーおっと相手の攻撃もうダメだバルモスおチキンには神々の怒りをあはめっちゃ惜しいえじゃあ何じゃあなんだ理論上いけたってのかおい悔しいな悔しいです悔しいですならばしましょう原作再現これはどっちが勝つかわかんないなゾーマと伝説の勇者やとね、勇者は2ターンキルされるからライアン以下になるんやけど、バルモス相手だとどうなるんだろういや、本来あるべき構図ですよ。父の仇をね、取りにと。勇み出した勇者の前にね、現れた脅威バルモス。果たしてこれはどちらが勝つのか読めないな正直言うと。バルモスからすれば4ターン耐えれば勝ちみたいなとこあるんだけど。バルモスからすれば4ターン耐えたら勝ちなんだよな。でもね、ロトの剣技はね、強いよ。バルモスどんぐらい経験するんだろう。ロトの剣技、せい！うわぁ！いってやるじゃねえか！さすが。さすがこの大魔王バルモス様に挑もうなどという、たわけたことを抜かすだけはある。350しか出ねえのか。さあ、行こう、イオナズンで。行け！見せてやろう。イオナズン！イオーン！あー、618か。まあ、結構買うね。デインブレイクへ行こう。でも、私はイオナズンだ。イオナズンを撃っていれば勝てる。ゾーマ様がいずれやってくる。私は時間稼ぎなのだよ。つまり。そうなんだよな。もう、どう見てもただの時間稼ぎなんだよ、これ。時間稼いで勝つからね。さあ、デインブレイクどんなもんかな。まあ、雷は弱点だから。おー、810か。なるほど。でも810だったら期待値的にはロトの剣技でもいいような気がしないでもないけどな。勇気ロト！いけ！イオナズン！イオナズーン！これ、普通にそのままやりだったらあれだな。このまま普通にやりだったら多分負けるな。勇者。原作再現無理やな。原作再現無理やな。さあ4ターン目、運命の4ターン目です。まずこのターンに勇気は総裁になるんです。だって、総裁になったところでだよな。イオナズンでまず、回収すると勇気が溜まるんです。はい。で、向こうも溜まるんです。何も使わない状態だとね。ってことは、なんだか、勝負の結末が見えてきたっていう気がしないでもないです。さあ、こうなると、とどめる時期が確実になるんですよ。対人の。そう。魔王は、プレイヤーが使う魔王は、つばぜり合いを受け付けないんです。その使用上、勇者ってすごいきついんですよ。ってことは、お、最後に、一花咲かせるかい？ロトの剣技、せっ！うー父上！
父上、バルモスが卑怯です。SP カードの光の玉使えばね。残念よな、光の玉を使えば勝ててたもの。卑怯、卑怯、もう卑怯だわ。もうだから最悪だね、こうやって勇気ちゃんめっちゃね、総裁持ってきゃいいんだからさ、世話ねえわな。これがバラモスのやり方か。